イングリッシュとは、日本語をはじめとした、いくつかの言語においてる、R、流音の区別がないことにかけたシャレである、英語イコールの L を R としている。日本語に限定した場合、は、英語圏の人にとっては、概ねユーモラスな語用だと受け止められている。またはという造語も存在している。または、例えば外国風な装飾として用いるなど、広告の中で用いられる。 英単語の意に誤った、または不注意な使い方を指すこともある。一般的には和製英語とは別のものと考えられている。和製英語とは日本で広く用いられるが、英語圏では見られない英語をベースにした造語である。逆に日本語を母語としない人の奇妙な日本語の発音を揶揄するなる言葉も存在する。 このように語源は日本人英語に関連があるものの、日本以外のアジア圏の画像が日本の写真と混同されるなどして、日本語話者の英語語用のみならず、アジア系言語を母語とするものに見られる、英語用の意を含む語として用いられることもある。日本語の場合、ラ行の死因は死刑戦動音、つまり舌が前歯の裏側の口腔外に触れる。そのため、 英語のとの中間のような音になる。また、日本語の、だは、アルファベットの、などの発音を包括するため、英語が堪能でない。日本人はしばしば英語を綴るときに、を混同する。そして、日本語話社は L を、L、R を R とカタカナ表記通りに発音することも、多いためである。こうして、がと語気されることがある。演劇用語、成功を祈るが、になっていたり、 と、を混同したりする宣伝ポスター、例と、白身の区別がつかない文脈から考えて混同することは稀ではあるがのがの、例である。また、英語を話す際に、日本語話者にとって不慣れな舌を回すールの発音を、特に意識して発音しようとするケースが多いことも、イングリッシュと呼ばれるようになった要因の一つであると、ことる。イングリッシュは、英語からの借用語を日本語風に発音すること、 または、英語からの仮入れ語を多く備えた、日本の方言を指すこともある。日本語の母音は5つだけで、子音連結もほとんどなく、の他にも、の明確な区別はないので、英語の借用語はしばしば英語圏の人にとっては、異様なまたはユーモラスな発音になる。特に下ネタに聞こえるような単語や文は、イングリッシュの話題になりやすい。例えば、ギタリストのエリック・クラプトンは、日本語では、 エリック・クラプトンになるが、英語でとは、クソを意味するため、英語圏の人からは滑稽に聞こえる。他にも、あなたを愛しているが、私はあなたをする、選挙が、勃起、座るが、クソ、地球が、尻に聞こえる。日本語を使う人は、日常会話で600を超える英語からの輸入語を用いるが、それらはしばしば省略型になっている。例えば、は、ハンカチに、は、 プロレスになっている。は、富士田電が日本マクドナルドを創業する際に、マクドナルド表記を採用、定着しているが、さらに省略されて、マック、または、マクドになる。和略されて、サンド、砂になっている。発音の変化がより異国風で、よりユーモラスであればあるほど、よりイングリッシュであると考えられている。注意すべきことは、申し分ない英語からの借用語ですら。 英語圏の人にとっては異質に聞こえることがあるという点である。例えば写真を撮るときに、英語では愛を発音するときのように笑顔を作れという意味で、使われるを、アクセントの位置を誤ってチーズと発音する。こうした発音の変化は言語学的な理由によるものであり、話者の知性とは無関係である。イングリッシュはのように、かつては 家庭用電気製品のマニュアルに品質したが、今ではそれほど多くなくなっている。ベイブルフィッシュやグーグル翻訳のように、機械翻訳が出力した訳文を確認せずにそのまま用いることが、下手な翻訳が生まれる、発生源になっている。イングリッシュは、特に日本の大衆文化の中で顕著に用いられている。これは、おそらく英語を格好良いものと思う、日本人が多く、 英語を使用したがる人が多いが、日本人の英語力は、教育によりある程度あるが、中途半端であるためと思われる。日本のマーケティング企業が、日本人の英語好きを利用し、一見格好良い英語を使用するため、英語を母語とする人から見ると極めておかしな、または、説明がつかないほど異様な、英語の表現が書かれた、膨大な数の広告、製品、被覆を生み出す結果となるのだと思われる。 こうした新しい英語表現は、歴気とした意味のある用語として使用されるというよりも、単にファッションとして用いられる。いくつかのテレビゲームは、イングリッシュを生み出した。例えば、ゼロウィングのメタルギアのとが挙げられる。ゲームの技術が進歩し、ゲームの主な購買層が拡大したことで、ゲーム開発へ投じられる予算が増えるにつれ、 プロの翻訳家を雇うことによりこの種の下手な翻訳はほとんど根絶されてきた。それでも2002年のスーパーマリオサンシャインののようにいくつかの日本語版のゲームではイングリッシュを見つけることができる。また、イングリッシュはアメリカのコメディセントラルで放映されているアニメサウスパークでも何度か取り上げられている。その一例を挙げればシーズンの第一話で 登場人物たちが突然日本アニメのような画風になりというイングリッシュと日本語がごちゃ混ぜの高等無形な日本語の歌が流れる番組の終わりの歌も同様である歌っているのは原作者のトレーパー,アーカー本人である彼はコロラド大学在籍当時に日本語を専攻しており日本在住経験を持つイングリッシュの対局の概念に日本グリッシュ 日本語一種がある。これは、英語を母語とする、話し手の発音の下手な、あるいは間違った文法の日本語を言う。典型例としては、こんにちはを普通のアメリカ人が発音すると、こんにを、こんにではなく、こにと言ってしまうために、こにいちはになってしまうなど。このような例は、日本の英語学習者の会話において英語が使用されるのと同様に、日本に語学留学している。 英語圏からの学生たちの英語会話中で観察することができる。外国語を話そうとして恥を書く英語圏の人を指してと呼ぶことがある。これはスペイン語で妊娠したは男性系のため正確には女性型でという意味だが英語の東惑した恥を書いたノイに似ているため英語圏の人間がスペイン語を話そうとしてよく間違う言葉である。 男が妊娠して、当惑、妊娠などという言い間違いをして恥ずかしいというジョークも含めて呼ばれている。おおむねに過酷語が使える集団における英語の特有な使い方は、より中立的な意味合いの名前を持っており、大体において、英語の技量がその社会の一般の人々の平均以上であるような人につて用いる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。